千秋楽まで走りたい、行きたいと思っています。よろしくお願いします。率直な自分の気持ちとしてはとてもドキドキしています。今こうやって皆さんが、話してくれたようにとても厳しい、制約の中でものづくりをしてきました。なのでとてもストイックな稽古の環境だったんですけれども、今栗原さんがおっしゃったように昨日初めて数人だけマスクを取りさっき全員の顔を初めて、見るということが今起き、なんかとてもビビッドにストイックに日々を感じているような状況です。なので、明日の初日でその私たちの新鮮な気持ち、ビビッドの気持ちっていうのがお客様に、届くといいなと思いながら とてもとにかくドキドキしています。ボーイズに関してはですね、昨日楽屋で4人でタピオカを飲み上げましたね。中にはないした、はい、タピオカメンバーですね。タピオカボーイズ、はい、タピオカボーイズに違うそれぐらい仲は良くなっていますっていうのと、カンパニー全体で言いますと演出の板垣さんの、お話で僕の演出する舞台は主役、脇役、アンサンブルっていう隔たりはなく、全員が主役であるべきだ、全員が見せ場を持ってそのシーンの主役であるべきだっていうことをおっしゃっていて、まさにその稽古を通してきて、一人一人のキャラクターが、すごく個性があって、で本当に主役の集まりみたいなカンパニーだと僕は思っていますので、なんだろうな、見る方々も誰に感情を移入してもきっと感動できるようになっていると思います。本当に全部好きなシーンで、一つ一つのシーンにもちろん意味があるんですけど、僕が好きなのはコーマンが
ロケットを飛ばすきっかけとなったスプートニックをみんなで、あのお父さんはちょっと書いてますけど、こんなことも言ってしまいますけど、あのみんなで見るシーンがあって、その場所は、まあ、役的にはあの、まあ、綺麗だけどなんだあれみたいな感じだと思ってるんですけど、すごいあの全員で一つのものを見て、そのステージ上のみんなの時が止まってるような感じがして、それをまた見に来てくださってくださる人と、もうその、なんだろうな、一緒にその止まる、時間が止まるのを共有したいなっていう思うシーンなんで、そこのシーンがすごく僕は個人的に好きです。そう、今回ですね、まあ、たくさんあるんですけれども、特にオープニングの1曲目が僕はすごい好きで、あの幕が開いて、でこう後ろのセットが開いて、そこから炭鉱夫たちが出てくるんですね。でその後ろでこうオケの皆さんがいて、その瞬間にもうなんだろう、その迫力で1950年代のアメリカにこう飛べるような、タイムスリップできるような、そんな迫力があって、すごいそこ引き込まれるんですね。なのでここはぜひ皆さんにも注目していただきたいところだなと思います。はい、僕の一番好きなシーンは、僕そのクエンティンがいじめられていて、それをロケットボーイ、まあ、今のこの3人に助けてもらって、ロケットボーイの4人で、ロケットを作るぞっていう信念を固めるシーンがすごく好きです。僕は、この作品に、思っているその勇気っていうのを一番与えられるというか、まあ、僕の役もすごい与えられてるんですけど、それがすごく感じられるシーンなので、ぜひ注目していただけたら嬉しいなと思います。全然普段と違いすぎて何から話したらいいか分かんないんですけど、いやまずその私たち普段こう踊るときと歌って踊ってるときもやっぱり振り付けっていうのは絶対にあって、それをみんなでこう作ってパフォーマンスしてるんですけど、この作品はなんかそのパフォーマンス、歌がセリフみたいな、こうなんだろう、なんかだからこう振り付けとかがなくて稽古場でこうじゃあなんか思うようにやってくださいみたいな言われたときは、はいって言ったんですけど、めちゃくちゃ心の中でああどうしようどうしようってなっちゃってたので、なんかもうそこからまず衝撃で、あとはなんかまあ生のオーケストラで今回やらさせていただくので、それもまたいつもと違った迫力があってすごく新鮮だなって思ってます。はい、最初この話をいただいた時に、原作などを見て、彼らも光になれるような存在でありたいなって思ったんですけど、いざ稽古入ってボーイズとこう対峙した時にもう十分輝いていて、あの光っていて、もう眩しくて、なんかエネルギッシュでパワフルで全部いっぱい出てきますね。いや本当にそうなんですよ。だからなんかあどうしよう負けちゃうって思ったんですけど、まあ、一緒にじゃないですけど、光として突進していけたらいいなって思いますし、あの彼らをこうちょっと率先するような場面とかもあるんですけど、無理やりじゃないですけど、その場面があの個人的にはすごい好きなんですけれども、あのそこでも彼らのエネルギーに負けないように一緒になって突き進んでいきたいなって思ってます。そうですね、翔馬君が言ったようにこれある群像劇だと思うんですね。そのボーイズだけではなく、そこのこのコールウッドに住む人たちの、いろいろな人生悩み、というものが表現されていて、それがすごく素敵だなと僕は感じていて、多分見ている方の悩み、この出ている誰かにの悩みと通じるものがある。あとこの現代の閉塞感というものがこのポールウッドの街にはあのハッピーポイントとしてみたいな、漂っていて、そこを打破しようというところを、お客様と一緒に共有できる作品だと思います。父と息子の関係、夫婦の関係、友情関係、先生と生徒の関係、あと街と人々の関係、国と人々の関係、時代背景、すべてはあのとても素敵な作品となってますので、それを、お客様には楽しんでいただければと思っております。
今パパも言った通りなんですけど、まずこの作品の一番の魅力は実話であることっていうことに尽きるんじゃないかなと思います。夢物語ではなくって実際にあった話で、その実際にあった話を私たちも今命がけでこの舞台の上で生きようとしているっていうところが、やはりこの作品の一番の魅力なんじゃないかなっていうふうに自分では思っています。今回はホーマーという人物一人にまずスポットライトを当てた作品ですけれども、子があって家族があって、で家族があって町があって、町があって国があって、国があって星があるっていう、誰にでもある話だと思うんですね。そこでみんなが必死に生きているから今私たちがいるっていうことをとても強く感じられる作品なんじゃないかなっていうふうに、私はこの作品の魅力を思っています。本日ありがとうございました。作品の魅力はもうお二人に語っていただいたので、日本初演の作品を作れたことを、そして僕個人としてはシングルキャストが初めてでっていう、稽古だったんですけれども、稽古の段階からお客様は どう思うのかなっていうことの、何でしょうね、僕はそういう積み重ねできたので、明日初日幕が開いて、皆さんがどういう感情を持って行って帰っていただけるのかっていうのを、本当に楽しみにしています。とにかく全員が無事に、常に健康に、舞台に立てることを、一応座長として、祈りながら、東京、大阪まで、駆け抜けたいと思っております。本日はありがとうございました。